皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、お葬式であった話、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。どんな人でも最後に訪れるし、そして送り出されるためのお葬式、でも考えれば死んで間もないだけに、本人も死を理解していなく、こっそり家の中をうろうろしてるかも。3歳の時、大好きだった祖父が死んでそのお通夜、棺の中に横たわる祖父、の他に、なぜか部屋の隅に祖父が立っていた、普段着で、ねえ、おじいちゃんそこで何してるの?と、あらぬ方向に話しかける私に、一同凍りついたそうです。友達が亡くなり、火葬場で仲間が集まった時のこと。火葬場内の廊下のドアを開けた時に、ゴーッと音が鳴り、その亡くなった友人の声を同時に聞いた、という人が続出。俺は行かなかったんだけどね。親戚の女の子なんだけど、霊が見える子なんです。急死したおじさんの葬式の時、うろうろしているおじさんの霊が見えたそうです。その子には自分が見えてることに気づいたおじさんに、家族へのメッセージを頼まれたそうです。その子の話によると、霊は人の心がわかるらしいです。見えてるのに怖くて無視しようとすると、霊は面白がって、顔を近づけて覗き込んだりするそうです。交通事故とか火事とかで原形とどめてない遺体ってどういう風に葬式すんだろう。棺桶も顔のところ開かないようになってたり、棺桶自体に蓋を打ち付けて開かないようになってたりするのかな?遺体の修復とかはそうそうできる人はいないだろうし、火事なんかで黒焦げになったのはそうはいかんよな。黒焦げの遺体は一応関節で切って棺桶に入れると聞いたことがあるが、どうせ司法解剖してると思うし。年寄りの骨は焼くとバラバラです。じいちゃんの骨は産後の塊みたいで、なんだかいい匂いがしました。俺のばあちゃんの友達で、がっちり体型のおばさんがいたんだけど、若くして死んじゃって、火葬した後には、骨格標本みたいに綺麗な骨が残ったらしい。みんなびっくりしてたんだって。で、これじゃあ骨壺に入らないからってんで、火葬場の職員が金槌で崩してみんなで入れたらしいよ。ひいばあちゃんのお葬式の時、棺桶担ぐ人たちで餅の引っ張り合いをしていた。私の父さんが、知らん親戚の人と口で餅を引っ張り合っていた。勝った方が頭の方を持つらしい。父さんは負けました。入れ歯が外れて。口で餅を引っ張り合うって、それってその地方の風習とかかな。入れ歯が外れたって、不謹慎だが笑った。俺のじいちゃんの時は、出棺の時に男何人かで棺を抱えたままぐるぐる回るの。なんでかはよくわからないけど、もうこっちの世界に帰ってきちゃダメだよってことかな。火葬に関しては、特に高齢のばあさんなんかの場合は、骨粗鬆症とかで骨が脆くて、火葬後にほとんど骨らしい骨が残らなくて、なんか残った粉みたいなのを骨壺に入れたってのを聞いたことがある。昔まだ土葬をしてた時に、先祖代々の墓に埋めるんだけど、墓を掘ってる時に昔の人の骨が出てきたことがあった。土葬してた世代ってまだいるんだな。土葬って怖いな。死体を樽みたいなのに入れてそのまま埋めるんだろ?あんなことしてたんじゃ幽霊話が生まれるのも無理ないなーって感じする。旦那のひいばあちゃんは土葬だったそうです。墓参りに行ったら、山の中の少し開けた土地に墓石が並んでるだけでした。足元の石を刺して、それひいばあちゃんの墓、って。俺が子供の時だから、20年くらい前はまだ親戚のじいちゃんが土葬だったな。
墓まで棺を担いでいくときに、どこからか腕がブラーンって出てきて、親族の人たちが慌ててしまってた気がする。その時は腕が黄色くて、その光景が強烈で他に何も考えなかったけど、今考えると、確か蓋してあった気がするんだよね。誰が蓋開けたんだ？担いでる人以外は少し離れて歩いてたのに。じいちゃんが開けたのかな？最後に手でも振りたかったのか。土葬は見たことある。体育座りのように遺体を畳んで棺桶に収めるんだよね。もちろんそれ用の棺桶にね。早桶だね。小さい時に読んだ白雪姫で、毒リンゴをかじって仮死状態になった白雪姫を入れたのが、ガラスの寝棺と書いてあった。横に寝かせて入れるのが西洋風で珍しかったのかな。俺の父親の田舎は、葬式の時に、頭に幽霊がつけてるみたいな三角の白い帽子みたいなのをつけるんだよ。なんか田舎臭いって思ったね。ど田舎だからしょうがないか。うちの実家近辺は今でも土葬です。私の曾祖父が死んだ時は、棺桶は直方体ではなく立方体でした。そこに白い着物を着た曾祖父の遺体を入れて、頭にあの三角の布をつけて、遺体を横たわらせるのではなく、屈葬みたいにして入れていました。埋めるときは、掘った穴に棺桶を入れたら一旦蓋を開け、中に土を入れるのです。その方が遺体の腐りが早いので良いという理由で。確かに合理的ですが、曾祖父の遺体に土がかけられていって、最後に棺桶の蓋をした時は、何とも言えない気持ちになりました。ちなみに墓地は、墓石ではなく、外場の親分のような墓標を突き刺しただけのものです。近所の寺には観賞用の墓石の墓があります。つまり実際に埋める実用墓と、寺の敷地内にあって格好をつける、観賞用の墓を2種類持っているのです。実用の共同墓地はところどころにくぼみがあって、埋めた感をリアルに感じられるという意味では怖かったかな。墓地にはアザミという花が咲くのですが、父は、アザミは死体の養分を吸う、と言っていたので、幼い私にはとっても不気味な植物でした。養分すまそう。土葬ってさ、焦って墓石乗せちゃうと後で沈んじゃうんだよね。親戚でも昔そういう人がいて、せっかく乗せた墓石がダメになったらしい。うちのじい様の葬式の時、葬祭場でしたんだけど、椅子に腰掛ける形の部屋で葬儀をしたんですよ。で、私の隣は空席だったんだけど、度胸が始まってしばらくしたら、コツコツとハイヒールの足音。それから私の隣の席にどさっと人が座る音。もちろん見た限りは空席。足元からは冷たい風が吹いてきて、なんとも言えない雰囲気だったんですよね。私だけだったら寝ぼけたとでも言えるんですが、その空席の後ろに座っていた知り合いのおばさんも、なんだか冷たい風が足元を流れていたねえ、と言っていたから、夢ではなかったみたいです。赤城の山ん中は、少なくとも10年前は土葬だったんよ。大体山を持ってる人なんかは墓地なんかには埋めないで、いきなり穴掘って破壊し立ててたみたい。やぶかき分けて山の斜面登ってくとな、いきなり墓があんのよ。それもお盆くらいにしか出かけないとさ、毎年その辺の木やら草やら伸びててさ、探すのにえらい苦労すんの。葬儀社でバイトしてた友達の話。僧侶が度胸中にいきなり沈黙、その後失神して救急車で運ばれたらしい。私のお母さんのおばあちゃんの時は土葬だったみたい。でも前に雨の日に墓参りに行ったら、隣のお墓の土の中からごっそりと髪の毛が出ていて、
ものすごく怖かったってさ。私の父は心筋梗塞で、大晦日のお参りも済ませた帰宅途中で亡くなりました。高齢でお参り前にお風呂に入り、新しい下着をつけ、亡くなった時まだ石鹸の香りがしていました。そしてお通夜。突然のことで家族は動転し、丸一日寝てない母を休ませることに。休んでる母の横で、まるで添い寝してるみたいに、誰かの息遣いと心臓の鼓動がしたそうです。ちょうどその時、姉が母の様子を見に廊下に出たところ、行き止まりの壁に父が立っていたそうです。何も言わずにふんわり浮いた感じで、きっと心配で父も見に来ていたのでしょうね。仲が良かったから。父の添い寝は四十九日まで続いたみたいです。うちも母が数年前のお正月に亡くなったんだけど、お葬式の後来てくれた父の友人が、今さっきここに着いた時に、玄関のところで〇〇さんが帰るところだったよ。喪服のワンピースを着てて真珠のネックレスつけて、にっこり笑ってて、挨拶しとった、と言われた。母が急に亡くなったこと自体にみんな頭がぼーっとしてて、ああ、そうなんですか、と、聞き流してしまった。2、3日してから妹と、あれどういう意味だったんかねー、と、励まそうとしてくれたのか、本当に見えてたことを伝えてくれたのか、確認しようにももう帰られてたので本意はわからないままです。その時に聞いた話の中の、母が帰ろうとしていたところとはどこなのか、今だったら聞いてみたい気がします。昔読んだ本には、あの三角の布はもともと除霊をする時に、僧侶だかなんだかが黒い三角符を魔除けにつけたから、それにあやかり地獄の鬼に捕まらないようにつけた、って書いてあったな。神烏帽子、寸法師、などとも言うらしい。以下コピペです。三角の布にはどんな意味があるんだろう、知らなかっただけで、一般的にも地方によってはこの風習が残っているらしいです。転換、三角頭巾、などと呼ばれています。三角形の布や紙を、死者や遺族が通夜、葬儀、延べの送りなどの際につけるらしいです。芝居や階段に出てくる幽霊もつけるのが決まり事のようになっているみたいですね。この呼び名は各地で異なります。埼玉県川越地方、野津帽子、新潟県東蒲原郡、冠、新潟県佐渡郡、北井隠し、愛媛県北宇和郡、須磨帽子、などなど様々です。また付け方も一様ではなく、秋田県の一部では死者は額につけ、近親者は後頭部につけたりするらしい。この転換の意味ですが、地方によっても、研究者の間でも説が分かれるみたいです。例えば、禅宗の道中という僧が17世紀に記した書物には、布棒に万字字を書き、亡者の額に結ぶ、という記述があったり、法隆寺所蔵の面などに三角形の宝冠が付けられていることから、菩薩の象徴が習俗化したという説もあります。また、民族学では延べの送りの葬列を蛇に見立てる考え方と同様に、三角形はあの世の使いとされた蛇をモチーフにしたものという説もある。転換が衛星マスクではないことは確かですが、伊豆諸島のように、お天道様の余計、と言っていたところもある。これは地中の人が日の光を避けるために被ったものが象徴化したと考えられており、口を覆うこともあながち的外れではないらしいとのことです。つうことはなんだ、あれって結局何でもいいんじゃないか、自分の時はニット帽にしてもらいたいよ。その人の一番のおしゃれをして送り出してあげるのもいいかもしれませんね。昔働いていたところは田園地域で、
自分は仕事の帰り道近道を探して、あちこちあぜ道や藪を歩いていました。田んぼの中を通る道のそばに、小さな墓地があったのですが、仏寺があったのか新しい卒塔婆が立っていました。ああ、仏様が出たのかなと思い、通り過ぎようとした時、足元をふと見ると、白い半紙を切った小さな人形が何枚も棒に刺してあり、カサカサと音を立てていました。育った地域にはそのような風習はなかったので、かなりビビりました。うちの祖母の葬式の時は参列者全員が三角符をつけて家から墓地まで行ったよ。お通夜の数時間前におじいちゃんの亡骸を見た時、口から血がたらーっと。マジ怖かったよ。じいちゃんはあの世で元気だろうか。うちの田舎の葬式では、よくキャラメルや飴、お菓子を配ったっけね。子供たちはその情報を知っていてよく並んだよ。金が鳴るんだ。お墓のお供えも家族が買えるととっても良かったんだ。ただある時を境に、死体から作ったお菓子の噂が流れて、怖くてもらいに行かなかった記憶がある。うちのばあちゃんのお葬式は、田舎の風習で豪華だった。今まで書いてあるのを全部まとめた感じ。寺では男の親族が棺を持ってぐるぐる回る。それが終わると、お菓子やお金を投げる。それを親族以外の参列者が拾う。頭には三角の白い布。祭壇には野菜で作った動物のようなもの、和紙で作った怪しい人形。小学生だったが鮮明に覚えている。ちなみに埼玉県の東丸山でした。私の友達が葬儀社の娘だったのですが、ある年の年末に人手が足りないらしく、私も祭壇の設置の手伝いのバイトをしたことがあるんですが、その時のお昼時間に従業員の男の人たちがいろいろ話してくれて、お風呂場で心筋梗塞で亡くなった男性に白い着物を着せるのに、体を持ち上げた途端、着せてあったパジャマの下の皮膚が、ずるっと向けた雰囲気が。それでもお客さんの手前、嫌な顔などできず、なんとか着せたそうなんですが、あ、また向けた。もうパジャマの下皮ベロベロやー、とか思いつつやっていたそうです。また別の従業員の人は、亡くなった方が高齢のおばあちゃんで、あまりきちんと下半身の排泄の始末をご家族がしていなかったらしく、部屋に入った途端、ものすごい糞尿の匂いが、でもご家族に紙パンツをもらい、先輩の人とパンツを履き替えさせようとしたとき、作業着の袖のところにおばあちゃんの排泄物がついてしまい、その時にゲーッと、その場に吐いてしまったそうです。その時ご家族の人はそこにいなかったので、先輩のハンカチやら自分ので始末したそうなんですが、後で先輩にものすごく怒られたとか、いくら表面的に家とかきちんとしてあっても、ご遺体の状態を見ればその家の人間がどんな人間なのかは、取り繕ってもわかるもんや、とか言っておられたのが印象的でしたが、皆さんそんな話をしながらお昼のカツ丼とうどんをバクバク食べられていて、私はとても食欲が出ず、慣れってすごいものなんだなぁとか思ってました。うちの母は自宅の2階で寝てる時に死んだんだけど、死後1日以上経過してから、通夜と葬式のために1階に下ろそうとしたら、ガチガチに硬直してたよ。うちの階段狭くて螺旋状になってるんだけど、下ろす時に縦にしようが斜めにしようがまっすぐなままだった。失禁もしていたみたいだけど、死ぬとみんなそうなのかな。そういえばどこの穴も解放されそうだし、なんだかそれ考えると死ぬのやだな。普通は穴には立つめるよな。なんかやだなぁと思ってたけど、やっぱり詰めないとダメなんだなと今しみじみ思った。
10年近く前になるが、ばあさんが死んだ時のこと。通夜の時、普段遠吠えしない家の犬が遠吠えしてた。静まり返った闇に響く遠吠えは、怖いってよりも悲しく感じた。葬儀社社員の友人が話してくれた。ある時、坊さんの襟元に小さなワイヤレスマイクをつけてもらった。だがそのマイク、大変感度が良かったために、坊さんの鼓動まで拾ってしまった。度胸に合わせてスピーカーから聞こえる。ドクン、ドクン、という音。坊さんがかなり高齢だったために、友人は、この音が急に止まったらどうしよう、と心配していたらしい。続く。